エージェントアルシェ、あなたに任務を与えます。巫女リリアーナをこの教皇庁までエスコートするのです。これは重要な任務ですよ。くれぐれも。リリアーナ、ルーエンハイド、そして私。あの頃は毎日が夢のようだった。いつまでも一緒だと思っていたのに。でもこれでリリアーナに会える。お嬢さん、お怪我はありませんか？おかしい。お嬢さんだって。あ、もしかしてリリアーナ？私そんなに変わった？うん、少しは大人っぽくなった。え？アルーシェは変わってないかな。行きましょう。リリアーナ。アルーシェ。ん？ありがとう、助けてくれて。騎士として当然のことをしただけさ。アルーシェ、怪我はない？社用に一人で立ち向かうだなんて。大丈夫だって。これでも騎士として修行してるんだから。相変わらず無鉄砲なんだから。そうかな。でもびっくりしたわ。本当に騎士になったんだね。ああ、今は教皇様の指令で蛇妖と戦う毎日さ。でもこっちもびっくりしたよ。突然教皇様から「巫女リリアーナを教皇庁までエスコートする」なんて言われちゃって。リリアーナこそ教皇様から名前を呼ばれる巫女になるなんてすごい。もしかしてリリアーナは世界を救う巫女になれるんじゃないかな。なんだ邪よ。くそ、夜はまだだったのに。リリアーナは下がって。私も一緒に戦うわ。リリアーナ、私だって邪妖から世界を守る教皇庁の人間だもの。いつまでもアルーシに守られるだけじゃない。少しでも力になりたいの。分かった、一緒に戦おう。頑張ろう。これでそこね。よし、やーせやー、開けてみせる。飛べ、開けてみせる。いいわね。はっせやー、いいわね。開けてみせる。やっはー、やだね。はっせだー。これで全部かな。リリアーナ、まだその力。無事でよかった。時を遅らせる力、それは体に負担がかかるんじゃ。うん、大丈夫。強くなったのはアルーシェだけじゃないよ。私もこの力、誰かのために使いたいの。教皇庁へ急ぎましょう。あれ、さっきの襲撃で馬車の車輪が壊されてる。それじゃあここから先は歩きだね。あ、行こう。なあ、そうそうかり暗くなっちゃったね。あ、ホタルだ。綺麗。ああ。でも、急がないと。夜は茶用の時間だから。茶用のせいで、こういう景色、あまり見られなくなったよね。夜が危険で出歩けなくなったから。リリアーナ。あれは。ねえアルンシェ、来て。あ、ちょっとどこに行くんだよ。こっちよ。危ないってリリアーナ。ここ星降りの丘に似てない？ああ、学園の裏の。そういえば似てる。見てある。星降りの丘で流れ星を見るたびに祈ってたの。この世界がいつまでも優しいものでありますようにって。ねえ覚えてる？学園で一緒だったこと。一緒に美味しいものを食べたり、一緒に湖を見に行ったり。この任務が終わったら昔過ごした町に、ユールルムに連れて行って。うん、約束だ。リリア、やっぱり変わってない。リリア、それじゃあ教皇庁まで急ごっか。任務を終わらせてユーラルムへ行こう。護衛は私めにお任せあれ。あるったらさてと、教皇庁はあっちの方だな。これって。うん。リリア。そこね。いいぞ、飛べ。いいわね。ねえ。嘘だぞい。ひょっとしてこの先が教皇庁だよ。リリア、どうしたの？なんでもないの。行きましょう。きっと教皇様がお待ちかねだわ。エージェント・アルーシェ、よく任務を果たしました。あなたを聖騎士に任命します。妖魔付きの女王が姿を現しました。このままではこの世界を夜が支配し、誰も目覚めることがない終わりが来てしまう。教皇様、私がその月の女王を倒すのですか？人間がかなう相手ではありません。私たち教皇庁はこれまで月の女王が現れるたびに時の花嫁を捧げ、その力を封印してきました。エージェント・アルーシェ、あなたに聖騎士として最初の任務を与えます。妖魔月の女王のもとへ時の花嫁を捧げ、封印するのです。巫女リリアーナ、あなたは時の花嫁に選ばれました。歴代の聖女たちに匹敵する力を持っている。私たちはそう判断したのです。私がいれば世界は救われる。昨日怖い夢を見たの。恐ろしいものがやってくるけど、私は逃げられない。それを受け入れるのが私の運命だって。何があってもリリアを守るよ。約束だ。ルーエンハイド、なぜ教皇庁から姿を消した？こうなることが分かっていた。ルルド教団に来るんだ。ロエルジリス様にリリアーナを預けよう。教皇庁を裏切ったのか？時間がないんだ。力ずくでも引っ張っていくぞ。教皇庁は闇に落ちようとしている。私は世界に光をもたらす光の戦士となる。もう来たか。アル、リリアを守るんだ。早くリリアを連れて逃げるんだ。あいつらはリリアを奪いに来た。ルエも一緒に行こう。どこへ行こうというのだ。我が花嫁。月の女王。リリアナをどうするつもりだ。まだ足らぬ。まだその時ではない。何のことだ。だがお前が死の味を知りたいのならそれもいいだろう。すまないな光の戦士様。バカ、そんなこと言ってる場合か。久しぶりに楽しい時間でした。でもそろそろ終わりにしましょう。初代聖女は妖魔の長である夜の君を倒しました。しかしその時に世界にまき散らされた青い血に触れたものは夜にうごめく邪妖となってしまったのです。以来この地は夜を奪われた夜のない国となりました。私たち教皇庁はこの世界の均衡を守り抜いてきたのです。一刻も早く時の花嫁を捧げなくてはなりません。ああ、時の花嫁を捧げてはいけません。時の花嫁の力を得た月の女王は永遠の夜をもたらす力を手に入れてしまう。永遠の夜、それは全てが夢の中に包まれ誰も目覚めることのない常世の世界。残念だが、その痛みは消えない。これから血の渇きに苦しむことになるだろう。ここは教皇庁の研究室だ。気分はなんか不思議な感覚が。あ、リリアは、ルエはどこに？落ち着け。まずは自己紹介をしなければならないな。私の名はカミラ。教皇庁で妖魔や邪妖について研究している。そして時の花嫁となる巫女リリアーナとルーエンハイドは姿を消した。お前が殺された後にな。え？お前は死んだ。覚えてないか？月の女王に心臓を貫かれたこと。無謀な奴だよ。生身の体で月の女王に向かっていくとは。嘘だ。今こうして生きている。そう、汎用の体でな。汎用？ああ、人工的な汎用化は未完成の技術だが、選択肢はなかった。お前に妖魔の青い血を流し込み、汎用として生き返らせる実験を行った。どうやら成功したようだな。新たな心臓も適合している。私は嬉しいぞ。汎用？私が？そんな！嘘だ！嘘だ！落ち着け、エージェントアルーシュ。お前にはやるべきことがあるはずだ。教皇は任務の継続を希望している。お前はまずリリアーナを探さねばならない。そうだな、エージェントアルーシュ。ついてこい。私がサポートしよう。どこへ行くんです？ユーラルム。リリアーナの目撃情報があった場所だ。